重りが糸につながっててぐる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 運動する。でそれが床の上で行われてると。でややこしいのはこれゴムなんですよ。伸びるんですよ。ゴムが伸びるときっていうのはバネが伸びるときと一緒で F イコール KX の公式使います。ぐるぐる回ってるときは円運動ですから、これを真上で見たらこの図です。1秒あたりの回転角度、角速度がオメガです。で回転半径を一旦 R としておきましょう。でこの問題、外から見て運動方程式でやってもいいんだけど、括弧1番見たら力の釣り合い式作れって言われてますから、これは共に回転する観測者から見た遠心力を用いた力の釣り合いでやらないといけない問題です。そうするとこの観測者も重りと一緒に中心方向に加速度 A で加速してますから、遠心力が働いているように見えると。で遠心力は M かける加速度やけど、今回オメガが与えられてるから R オメガの2乗の方を使うよね。 MR オメガの2乗の遠心力とある大きさの向心力とで釣り合っていると。で今回向心力を担っている力はって言ったら、今度はい、横から見た図になります。先ほどの情報を書き込むと MR オメガの2乗、それからこれ何か言ったら張力、まあゴムの弾性力の水平成分なんですよ。左斜め上方向に張力 T が働いていて、その張力 T の水平成分、ここが角度 α ですから、これは T sin α ですね。T sin α が向心力を担っていると。そういう円運動をするよってことがわかります。で、それ以外こいつに働く力は、まあ張力の鉛直成分も書いておきましょう。T コサインアルファ。それから、あとは重力ですね。重力、MG と、あとは垂直抗力、N。これが働く力です。あとですね、今、仮に回転半径 R と置きましたけど、ここの三角形考えてあげたら、与えられている自然長 L0 を使って、L0 かけるタンジェント R ね。はい、これが回転半径 R になっております。これで力の釣り合い。まず水平方向は右向きの遠心力 MR オメガの2乗で R の中に L0 タンジェントアルファ入れました。で、左向きの力は張力の左成分 T サインアルファです。鉛直方向は上向きの力は垂直抗力と張力の上成分と重力が釣り合ってますという式です。もう一つ式を作らないといけません。それがね、この張力 T。今回は分かるんですよ。だってバネと一緒やから伸びが分かれば弾性力 F イコール KX で分かりますよね。じゃあ伸びはいくらかっていうと、自然長 L0 やったやつが L になったということはその差が伸びですよね。だから伸びはね L-L0 なんですよ。じゃあここの長さ L、 これはというとやっぱ L0 を使ってこれも表せます。でこれよく間違えるんですけど、 L イコール L0 コサインアルファやりがちなんですよ。違いますよね。だからここは一旦落ち着いて、そもそもコサインアルファって L 分の L0 だよねって一回式作るんです。で改めて L イコールに直してあげたら、コサインアルファ分の L0 って書くことができます。あるいは L0 イコール L コサインアルファっていう式を作ってあげてから、 L イコールコサインアルファ分の L0 ってやってもいいです、はい、いずれにせよちょっと気をつけてください、ここね。そうやって求めた長さ L と自然長 L0 の差がこのゴムの伸びですから、弾性力は K× 伸び。これが弾性力ですね。この弾性力を1式か2式に代入するんですけど、オメガ求めろって言われてますから、オメガを含んでいる1式の方に代入します。ね、ほんだら、左辺が M でしょ?で、L0 で、タンジェントアルファをコサイン分のサインに直しておきます。で、オメガの2乗でしょ?で、イコール、まず L0 でくくります。コサインアルファでくくります。そうすると、カッコの中が1引くコサインアルファになるよね。で、これに忘れがち、サインアルファかけてください。そうすると、これ両辺で消えます。サインアルファ消えまして、分母のコサインアルファ、コサインアルファも消えまして、それから L0 も消えますね。割と簡単な形になります。オメガイコールルート M 分の K カッコ1引くコサインアルファと。じゃあカッコ3番も同じようにやるんです、これ。角速度上げていって、オメガ C になったら離れると。つまりその時に垂直抗力が0になるという情報を含めて同じように計算していくという問題です。
まあ、ここではちょっと別回またお話ししようと思います。まあ、両門の風の36番で話した力の図形を使う方法。なんせ三角比の計算ってめんどくさいですから、なるべく避けたいんですよ。なので、この力の矢印を図形的に考える方法をおすすめしたいと思います。特に、カッコ1番、2番がなくて、いきなり3番聞かれたときは、これまた立式しなあかんのですよね、自分で。こんな式とか。もうめんどくさいじゃないですか、そんな。なんならこのままドーンといける方法を、ちょっと紹介したいと思います。重力と遠心力の合力、この右斜め下じゃないですか。これね。これと、張力が釣り合ってる。だからこれ TC なんです。っていう図形を考えることができます。ほんなら、ここの力の三角形と、この部分の三角形は、角度が2つ共通やから、相似形ですよね。だからこの関係使って式作れるんですよ。例えば、オメガ C を求めたいので、オメガ C を含むこの遠心力ですけど、遠心力は、ここの長さだって同じですから、この底辺の長さ、MRC オメガ C の2乗っていうのは、mg かける l0 分の rc 倍で表すことできるよね。l0 対 rc って考えてあげたら OK。ほんならこれでオメガ c がパッと出てきますよね。ほな同じように次斜め、張力 tc も値が分かってる mg の l0 分の rc 倍ね。で、張力は k かける伸びですね。で、伸びはさっきと一緒。lc 引く l0 です。で、両辺 L0 かけました。だからここに L0 が来てます。で、これ展開します。この LC を左辺に移行して計算してます。